はい、皆さんこんにちは、ドットリキングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、本日アップデート来てますので、アップデート見ていきたいと思います。はい、それではこちらですね、予告来ております。第12回アリーナランキングイベントということですね。こちらはまあいつもやっているアリーナランキングですね。まあ毎日アリーナを戦って3日間の合計でランキングを決めていくというものになっております。開催日時が1月の23日土曜日なので、来週の土曜日ですね。なんで来週のアップデが明けて、さらにそこから3日後ぐらいっていう感じですね。はい。で、それはなんでそんなに間が空くのかというと、その間にですね、自分が出場するアリーナのディビジョンを決めておこうということでございます。ルーキーディビジョンからダイヤモンドディビジョンまでありまして、こちらの1月23日の朝4時なので、まあ要は1月22日の金曜日の最後のアリーナの時点での自分がいるディビジョンになってくると、まあその金曜日の結果を踏まえてのディビジョンになってくるということですね。なので今日からだと、今やってるものと、あと1回と3、4回ぐらい、チャンスがあるので、まあ結構どこのディビジョンにも、持っていけるのかなというところです。まあダイヤモンドからルーキーとか無理なのかな。はい、っていう感じになっておりますので、皆さんどこのディビジョンで参加するか決めて、そこに合わせてアリーナを調整していくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ではでは、続いてこちらですね、監督スカウトチケットのラインナップ更新が来ております。まあ来るの分かってて、なんでチケット回しちゃったんだろうと思っているオーナーさん多いんじゃないでしょうか。僕自身もそうですね。ラインナップ必ず来るの分かってて、ジダンとデルボスケ入るの分かってて、待ちきれずに回しちゃった。もう本当にこれは、やってしまいましたね。はい、ということで、ただですね、多分またこれ更新が入ったので、チケットがまた配られるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、どういう監督が加わったかというと、先ほど言ったデルボスケ、ベルゴスケ監督と、ジラン監督、それからタリレム監督が新しく追加されているということですね。ここ結構大事ですね。ジラン監督を使っているオーナーさんからすると、ベルゴスケがすごく、マッチしたコーチになりますし、ベルゴスケ監督を使っているオーナーさんからするとジラン監督はめちゃくちゃベストマッチなコーチになります。なのでここが当たっていくっていうのは、かなり重要なんじゃないかなというふうに思います。はい。これはもうアップデー明け、違うな、1月13日水曜日16時、そうですね、アップデ明け、もうすでに更新されているということですので、まあ監督チケット貯めてた方はここら辺で引いていくのも一つの手かなというふうに思います。はい、それではこちらですね、続いてこちら、曜日マッチ開催ということで、選手&育成素材をゲットしようということですね。こちら星4監督が入れ替わりですと、ドゥッカ、ジョケ、ヘジソン、フェルナンドスは変わらず、そこにクエリオ監督、まあ、ポルトガルの、ポルトガル染めの監督ですね、カウンターの監督が追加されています。はい。で、次回更新ではドゥッカが他星4監督と入れ替わる予定ですということですので、ドゥッカ持ってない方はぜひ、早めにドゥッカをゲットしておくことをお勧めします。特に現状ポゼッション監督最強はドゥッカと言っても過言ではありませんので、ここ狙っていくのはすごく重要になってくるのかなというふうに思います。はい。そして2000ポイント達成で星4選手がゲットできるんですが、この選手も交換されているということですね。月曜日がカムー選手ということで、これはナイジェリアの選手か、カルーかな、多分カルーですかね。はい、選手になっておりますと、まあ、このあたりはインターナショナルカップを戦っていく上で重宝していくような選手が選ばれているかなという感じですね。フィンドレス、センターバックのカウンターのディフェンスリーダー来ています。まあスキルとか特徴とか、まあ、特徴は根性、フェアプレー、まあ、優秀ですね。はい。ラマー選手、フランスのゴールキーパーでスイーパーゴールキーパー、まあ当然やっぱりないですね。あれです。何ですか、テクニカルブロック。もしここにテクニカルブロックがあったら、まあちょっとびっくりでしたけど、ないですね。
はい、それから、内海選手、それからマクドナーラ選手ですね。まあ、この辺はそんなに、とびきりすごい選手というわけではないかなというふうに思いますね。はい、ではこちら、まあ、メインイベントにもなっていますレジェンドマッチ来ましたね。そしてついにレジェンドマッチゴールキーパーが来ました。ごとつのゴールキーパー星5を手に入れる大チャンスでございます。しかもこの選手 CA マドリードということでアトレティコマドリード染めにも使えるということですね。これすごく重宝するんじゃないかなというふうに思いますので、初心者中級者無課金の方はぜひこれごとつしていくことをおすすめします。さらにはですね、さらにはなんとなんと A ランク A のテクニカルブロック持ちです。これはやばい、これはガチ勢も配下金勢も狙っていける、レベルのテクニカルブロックランク A、 これめちゃくちゃ優秀です。下手したらランク S のスパイダーセーブとかテクニカルセーブとかあの辺のセーブよりもよっぽど重要でよっぽど貴重なスキルになっておりますので、まあ、このランク A のテクニカルブロック目当てでガンガン回して、多分、ガチ勢も配下金勢もこのブランコに関しては多分ですけどね、ごとつしないんじゃないですかね。配下金勢とかガチ勢はごとつせずにブランコ単体をかなりたくさんゲットしておいていつでもテクニカルブロック、まあ、補充できるようにしていくんじゃないかなというふうに思いますし、うちもですね当然このブランコごとつせずに大量ゲットしてテクニカルブロックの、まあ、控えにしておこうかなというふうに思っております。まあガチャで、ランク A のテクニカルブロックが出たら出たでそれも追うぐらいのレベルなんで、これが、まあ、無料でというか周回するだけでもらえるというのはかなり美味しいのかなというふうに思いますので、皆さんしっかりとゲットして、ゴールキーパー、ごとついない方はしっかりとごとつ作っていく、カウンターでいない方はごとつ作っていく、プラスできれば予備で数体ぐらい取っておけたらよりいいのかなというふうに思います。はい、これかなり激アツですね。はい、ということで今回レジェンドマッチは監督の追加はないみたいですね。はいはい、そして続いてこちらですね、300万ダウンロード記念キャンペーン来ております。はい、やっと来ましたね。最近なんかちょこちょこ、ツイッターで私もお話ししてました、こういった、何万ダウンロード記念っていうのをなんか最近乏しくないですねという話をしてたんですが、よかったです、来ました。新規しっかりと入ってきてくれてるんですね。300万ダウンロードおめでとうございますということで、今後もですね400万500万そして1000万、1億ダウンロードを目指してですね、長く長く続いていけばいいかなというふうに思います。はい、そして、300万ダウンロードの記念として何が行われるかというと、感謝の気持ちを込めて GB や限界突破練習1段階目はじめ資金てんこ盛りなログインボーナスに加え資金交換アイテムを大バーゲンにした、300万ダウンロード記念ウィンターキャンペーンを開催いたしますということですね。はい、てんこ盛りっていう言葉あるじゃないですか。どうでもいいんですけど、てんこ盛りっていう言葉は僕すごい嫌いで、すごいこれを見ると気分がこう盛り下がるんですよね。で、その理由はちょっとやめときます。やめましょう、理由はやめます。はい、熟成限定の方の動画でちょっと理由はあげようかなと思いますけど、はい、YouTube 的に微妙なんで言いませんけども、このてんこ盛りっていうとね、いまだにこのてんこ盛りって見て、今自分で言っててもすごい恥ずかしいんですけど、まあいいや。はい、すいません、戻ります。はい、ということで300万ダウンロード記念のログインボーナス、GB が300、6日目300、12日300ということで、さすがに 900GB ですね。無料で 900GB が手に入ると、そうか、 900GB か、まあないよりかはっていう感じですけども、できれば10連引けるぐらいは欲しかったかな。300万ダウンロード記念なんで、はい、そして資金がたくさんもらえると。資金はねもうずっとカンストしてるんで、星3以上確定スカウトチケットが毎日もらえるんですね。意外とこの星3以上確定チケットって貯めておくと星5出るんで、これはありがたいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、ということで、で最後の15日目が限界突破、練習1段階目ということで、まあ、金コインでいうと200金コイン分になるんで、これはすごくありがたいのかなというふうに思います。続いてこちら、資金交換所大バーゲンということで、資金交換所これどこかというとですね、あの名前だけだと分かりにくいと思うんで、ここです。交換所っていうところ行ってもらって、資金ここですね、ここが大バーゲン、安くなってるんですね。さらにはたくさん交換できるようになっているということです。例えばこのオフェンス ×10 っていうところ見てみましょう。これいつもだったらこの10を1個だったんですけど、なんとこれがこんなにたくさん、これはいいですね、ありがたい。10個のかけ10個で100個ゲットしました、ドン。これはありがたい、しかも安くなってるっていうことですね。はい、まあせっかくなんで、もう資金もカンストしてるんでもらっちゃいましょうか。はい、あとは、あ、そっか、上級移籍チケットも安くなってますけど、そんなに安くなってないか、そんなには安くなってないかな。まあまあいいでしょう、もらっときましょう、記念に。はい、では戻りましょう。300万ダウンロード記念、待ってくださいね。はいはい、ここですね、割引がありますよと。でいつまで割引なのかバーゲンなのかというと、1月の27日までということですね。はい、続いて、スペシャルミッションということで、あ、これパネルミッションかな、違うか、スペシャルミッションってどこだろう。あ、ミッション来てますね。あ、はい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 、あれですね、普通にデイリーミッションのところですね。試合を25試合で星3以上確定で、資金、それからオフェンス能力アップ練習レベル4ってことで虹色かな、それから監督スカウトチケットありがたい、これは100試合で3、まああとはそんなにかな。あ、250試合で監督スカウトチケット3で6枚、そうか、今回もまた6枚ゲットできるということですね。ぜひこれでいい監督をゲットしていきたいところですね。はいはい、ということで300万ダウンロード記念キャンペーンというのはこちらで終わります。はい、続いてこちら、さあ今回目玉になっているガチャですね、ウィンターセレクションスカウトということで、すごくロマンチックなウィンターの、サムネになっておりますね。新スキルが2つ、それから新特徴1つ追加されております。ではこちらガチャ画面から見ていきたいと思います。The cold nights just don't feel the same. Oh.